こんにちは、 BA チャンネルの BA です。いつも動画を見に来てくださりありがとうございます。今日の動画は地植えの乙女心です。初めて地植えしたのは今から4年前です。大きくなるたびにカットして刺して増やしてきました。花壇には屋根があって奥の方に植えているので雨はかからないと思うんですけど、それでも鉢植えと違ってお水は十分に吸えているようで葉が大きくてプクプクです。波板の屋根のせいで日照不足気味なのか葉と葉の間が間延びしていますね。梅雨入り直後の季節的なものもあるでしょうが、鉢植えに比べると全体的に大ぶりな苗に育っています。可愛く育てたいなら鉢植え、苗を一気に増やしたいなら地植えという感じです。最も地植えは地植えで一日中太陽が当たる場所に植えるのとでは違うと思いますけど、こちらはさっきの場所より日当たりがいい場所に地植えしている苗です。葉と葉の隙間がさっきより少ない感じです。今日はこちらの苗をカットしてプランターへ挿していこうと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。BA チャンネル動画ナンバー525で寄せ植えの仕立て直しに使った乙女心です。この時にこの苗で仕立て直しした寄せ植えがこちら。これは約1ヶ月経った現在の様子です。どちらの寄せ植えもちゃんと根付いてくれているようです。ミニプランターの乙女心は全部この時使ってしまいました。そこでもう一度ミニプランターに乙女心のカット挿しをしておこうと思います。ちょうど奥の多肉棚との境目あたりが鉢を移動するとき邪魔なので切ってしまいます。これですっきりしました。カットした苗は下葉を取って刺しやすくしておきます。乙女心の葉挿しもできますが、うちでは何度挑戦しても育たなかったので、残念ですが処分してしまいます。プランターはセリアのミニプランターです。長さが28センチ、幅が14センチ、高さが約13センチです。ここに袋入りの鉢底石と土を入れて挿していきます。
これが最後の一本。寄せて無理くり刺してしまいます。これで完成。今は青々としててあれですが、早ければこの秋の仕立て直しに使えたらいいなと思います。遅くても年明け春の仕立て直しには間に合うかな。可愛くなって使うのが惜しくなるかも。この梅雨と猛暑でやられてしまわないようにお世話していきます。できるだけ火に当ててスパルタで育ててみようと思います。これだけたくさんの地植え苗があると多少の冒険ができるのも楽しみの一つです。最後は現在うちで育てている寄せ植えに入っている乙女心を見ていただきながらお別れです。それぞれの寄せ植えの経過報告としてご覧いただけると嬉しいです。ここまでお付き合いくださった皆様、今日もありがとうございました。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。みえでした。次の動画までバイバイ。